こんにちは、山田誠です。NPO 法人聖母の代表をしています。皆さん、いつもご支援いただいてありがとうございます。今日はですね、えっと、今、ここの動画に映っている、レクサ・ハリソンさんという、 マロイの北部のカゾンバ地区にいらっしゃる女性を紹介して彼女の授業についての動画を見ながらです、ね、皆さんに紹介したいことがありますえ彼女はですねあの女性の,え実の実業家としてマロイの実業家として表彰されているようなね素晴らしいコミュニティのリーダーなんですけども、まあ、これから出てくる動画はその彼女の実際の授業そしてえ彼女の紹介も、えー、一部入っていますで私からも紹介しておくと彼女はですね あのマラウイでもちろん生まれ育ってるんですけどもその後ですねイギ,でイギリスのホテルで働きますであの自分がいろいろとですね人々のおもてなしだったりとかそういうことを身につけていくんですけどもその中で彼女はですね自分の母国のために何かやるべきなんじゃないか貧しい人々がたくさんいたり自分と同じ女性で自分と同じ教育が受けられない海外に行けない人たち っていうのも支援すべきなんじゃないかっていうことで母国に帰りますそして彼女はその思いをもとに今の共同体を成り立たせていくとそういうリーダーになっていくんですねちょっと少し動画を流そうと思います My name is Rexa Harrison Katarire based here in Kiba, northern part of Malawi I'm the coordinator of England Oak CBO also the coordinator for one number 12th National School このカリサベー,ーキングセンターというのは、えっと、女性たちが、えー、まだ教育を受けたことがない女性たちを集めて、えー、仕事をまずさせるんですねその仕事場としてこのカリサベー,ーキングセンターがありますパンの、えー、工場ですねでその後に彼らはいろいろと勉強をして学習をして、えー、コミュニティとして毎日そこで暮らすんですね そういう、えー、自立型のコミュニティを教育コミュニティを女性たちのために作っているのと、えー、クリアニーコウクーっていう、えー、幼稚園っていうのを実際にやってますそしてもう一つ、えー、と最近ですね保育園っていうのを建てましてその保育園と、えー、2つの保育園を彼女は成り立たせているっていうことですねこういう、えー、と彼女の、えー、と生き方 っってていうのがすごくく素晴らしくてえー、っと私はあの彼女を応援私たちは彼女を応援しながらですねえっと彼女の人生そのものっていうのがマロへに影響をどれだけ及ぼしていくのかってことをこれから期待しながら見ていきたいなと思います。 そして、えーっとですね、子供たちたくさんい,らいるんですけども、えー、その子供たちが総合的に育っていく、えー、学校給食をもとに成長していくためには、こういうリーダーっていうのが必要ですよね。だから、女性のリーダーだったりとか、まあ、コミュニティのリーダーですよね。リーダーシップっていうものを大事にしていくこと、えー、それを育てていくことっていうのが、マルーにとっても、もしかして日本にとってもですね、すごく大事なことなんじゃないかなと思っています。えー、っとぜひですねあのこのの動画の えー、下に説明欄にこの、えー、レクサさんの動画のフルのリンクを入れておきますのでぜひそちらを見ていただいて、えー、さらに6分間の長い動画なんですけど彼女の幼稚園、えー、保育園を紹介する動画もつけてますのでぜひご覧になってください、えー、これからも、えー、マラウイのご支援、えー、NPO 法,法人聖母のご支援をいただければとても嬉しいですありがとうございます、えー、以上です